ここから別行動？でも、本当にどうやって侵入するんですか？え？消えた？アバターのアカウント情報も。おや、有効お嬢様、お友達はどちらへ？え？お友達は、その、かくれんぼをしてます。え？かくれんぼ？そうです。何か問題が？いえ問題と言いますか、かくれんぼには適した環境でしょ。ここ広いですから。ああそうですね、広いですもんね。ここちなみに私が鬼です。そうですか。頑張ってください。はい、必ず見つけてみせます。その息です。それでは健闘をお祈りしてます。よろしくと彼が。アカウントをシールするプログラムですか。しかもデジモンプログラムによるハッキングスキル、完全に違法ですよそれ。でもあなたや京子さんの言う領分は確かなもののようですね。用が済んだらここで合流して外へ出ましょう。あまり長く時間をかけないでください。かくれんぼでごまかすのはさすがに限界がありますし。では後ほど。
みんな、行くよ。行け。¡Mi
守備はどうかな。通信先が消失しているところを見ると、助手は作戦行動中のようだな。はい、騒ぎにもなっていませんし、今のところ順調かと。うん、なかなか手際がいい。ええ、私も少し驚きました。あの人がここまでデジモンプログラムを使いこなしているなんて。いや、君のことだよ、上白優子さん。え？社内見学の手配といい、所持への対応が正確で素早い。よほど手慣れているように見える。君、そう言われても。私は私です。他の何者でもありません。まだ何か。ああ、これはやられた。え？今のは。まずい事態になりそうだ。どうやら会話が盗聴されているらしい。おそらく現実世界の君のデジバイスに盗聴プログラムが仕掛けられているのだ。もう少し早く気づくべきだったが、特殊な周波数帯を使ったかなり巧妙な細工だ。相手は相当のやり手だ。盗聴、そんな、不本意ではあるが、ここは早々に引かせてもらおう。急がば回れ。この種の作戦は地道に、焦らずが基本とすべき精神だ。